書解説、坂田薫の有機化学ポラリス。坂田薫の有機化学ポラリスは1が角川から10月2日に発売され、著者はスタディサプリ講師の坂田薫先生だわ。坂田先生はこれまで坂田薫のスタンダード科学、一冊読むだけで科学の基本解法が面白いほど身につく本、坂田薫の科学講義シリーズなどを執筆されているぜ。今回の有機化学ポラリスは、文字通り有機化学に特化した問題集で、有機化学で特に狙われやすいテーマの4問を過去の入試から20問厳選した問題集になっているわ。1は標準レベルとして、共通テスト、そして日東コマ線など中堅次第を志望校とする受験生に向けたレベルにしているようだぜ。続編となる2、発展レベルも10月20日に発売予定だわ。構成はほとんど変わらないと思われるが、GMAT、カンカン同率、地方中堅国公立大を志望する受験生向けのレベルになっているぜ。もう一度確認するけど、あくまで有機化学ポラリスは問題集ということを理解した上でこの後の解説を聞いてほしいわ。では有機化学ポラリスの特徴をまずは詳しく見ていくぜ。まず解説について取り上げていくと、かなり詳しく、問題を解く上で前提となる知識がまとまっているわ。20題しか入っていないのに解説は全174ページもあるので、その詳しさが想像できると思うぜ。そして有機化学、特に構造決定問題は問題文から状況を把握して何が起きているのかをうまく整理していかないといけないんだけど、解説は問題文から得られる情報は何か、問題中ではどんな実験が行われているのかなど、構造決定問題を解く上で定石となる考え方の通りにされているわ。難易度帯は違うがてる意識問題集に少し似た解説だなという印象を覚えたぜ。そして解説がかなり詳しいとどこが重要かわかりづらいという難点も抱えがちなんだけど、ポイントとなる知識をまとめた重要というコーナーが解説のところどころに差し込んであり、結局何が重要なのか、知っておかなければいけない知識は何なのかを確認しながら解説を読めるようになっているわ。有機も無機と同じで、まずは知識を入れないといけないんだが、その知識の部分がフォローしてあるのはありがたいところだぜ。そして、この本のもう一つのポイントが構造決定問題フローチャートで、坂田先生が実際に講義で行っている解き方を紙面にも再現しているわ。フローチャートは問題で得た情報を実際にどのようにまとめればいいかを示したもので、情報整理方法としてかなり参考になるので、情報整理が苦手な人はこれを真似してみてほしいぜ。フローチャートのまとめ方は簡単に提示しており、実際に問題ごとにまとめた例は、構造決定問題を扱った問題それぞれの問題解説後に用意されているわ。解説を読みながら、改めて自分でフローチャートを作ってみるのも効果的な学習法だと思うぜ。そしてこの有機化学ポラリスは目標回答時間、目標正答数が用意されているな。あくまで目標ではあるんだけど、今自分の力がどんなものなのか知る一つの指標になるわね。そして各問題の解説の前にイントロダクションというコーナーが用意されており、各問題のチェックポイント、いわゆる習得してほしいこと、目標がしっかり示してあるぜ。結局何が分かればクリアなのかが明確化されているので、独学でも進めやすいわ。そして問題の実際のレベルなんだが、設定レベルよりやや高い印象を受けたぜ。難易度のイメージ的には基礎問題成功や重要問題集の A 問題ぐらいのレベルに感じたわ。だがいずれも入試問題における典型問題で、押さえておきたい事項が詰まった4問ばかりなので、共通テストでしか科学を使わない人や日東コマ線レベルの大学志望の人が使っても一概にオーバーワークとは言えないと思うぜ。特に共通テストは最近なんか傾向なので、少しオーバーキル気味がちょうどいいぐらいだと思うわ。そして問題形式だが構造決定はもちろん、知識問題も結構多い印象だぜ。実際の入試でも基礎的な知識が聞かれるとわかるのである意味いいかもしれないわ。さらに国公立の問題も用意されているので、論述問題もほんの少しだけ入っているんだが、字数制限付きの回答欄が設けられているぜ。じゃあこの問題集の対象者なんだけど、まずは基礎事項は入れたのに入試問題は解けなくなるという人向けね。例えば、例を挙げると宇宙一と入門問題成功を終わらせたのに基礎問題成功になると解けなくなってしまったパターンだぜ。一度有機化学ポラリスの詳しい解説で、解法や情報整理の仕方を学んでからやってあげるといいと思うわ。だが先ほど言ったように有機もまずは暗記なので、基本事項はきっちり暗記してからでないとポラリスをやっても意味がないぜ。続いて有機を手っ取り早くなんとかしたい人ね。有機化学は学校の授業が終わるのが遅いこともあって学習が遅れている人も多いと思うが、基礎事項を入れた後にこれを挟んであげれば短期間で有機化学の問題のポイントがわかるので、その後の演習はかなり楽に進むはずだぜ。日東コマ線共通テストぐらいならこれをやった後に過去問をやればなんとかなるかもしれないわ。ただそれ以上の大学となると、演習量がさすがに足りないので他の問題集で補う必要があるぜ。場合によってはこれの後20日に出るにをやって、過去問回してゴリ押しという戦略も考えられるけど、できればやはり10問や革新、基礎問題成功などでも演習するのが理想だわ。この有機化学ポラリスは実力を伸ばす問題集というより苦手を潰す本という印象なので、有機化学で困っていない人はわざわざこれをやるより、今使っている問題集をやり込んだ方がいいぜ。そして使用時の注意なんだけど、解説をよく問題と照らし合わせながら熟読するようにしてほしいわ。せっかく詳しく解説が書いてあるので、できるだけ多くのことを吸収してほしいぜ。また、解説を読んでいてよくわからない事項が出てきたら読み飛ばすのではなく、他の参考書できっちり確認するようにしてほしいぜ。知識はまとめてくれているけど、忘れていたならしっかりこれまで使ってきた参考書で復習することね。最後に総評だが、有機化学ポラリスは有機化学の解法を学ぶのに適した参考書であり、入試問題になった途端、解けなくなってしまったという人にはかなりおすすめの問題集だぜ。暗記するべき点はしっかり暗記してから取り組む、解説をきちんと熟読する、この2点に気をつければさらに効果を発揮
置してくれるわ。だが有機化学で困っていない人はわざわざ使う必要はないぜ。有機化学特化の参考書として代表的な有機化学演習と有機化合物の構造決定問題の要点、演習は主に難関大志望者向けだっただけに。少し度量を下げた今回の有機化学ポラリスは参考書界に新たな風を吹かせてくれそうだわ。今の時期、有機化学を短期間で何とかしたいという人はぜひ手に取ってみてね。